ロードバイクの BB ユニットカップ高温型軸受けの部品群、ボトムブラケットは自転車の暗いク軸周辺に用いられる部品、略して BB とも呼ぶ。フレームのいわゆる全三角と後三角の下側の接合部分で、この部分には直径 4cm 弱、長さ 7cm 程度のパイプを横向きに接合する。このパイプがボトムブラケットシェルである。 大きな力を受ける部分であることから自転車部品の中では精度と合成を求められる要素の一つである。ボトムブラケットシェルの内部は伝統的にはカップコーン型軸受けのコーンを兼ねるクランク軸とボールベアリング、玉受けのカップからなるが近年はクランク軸とシールドベアリングを分解不可能なユニットとし、そのユニットをカバー状のカップでシェルに固定するようにしたものが多く、 このカートリッジなどと呼ばれるユニットを指して、ボトムブラケットと称することも多い。高級コンポーネントではさらにクライク軸をクランクと一体化し、ベアリング側を専用のモジュールにしているものもあるが、標準化が進んでおらず、シマノ、ホローテックカンパニョーロ、ウルトラトルクなど、メーカーごとに、それぞれの名称で呼んでいる。このモジュール自体は、 従来型と同様にねじ込み式であったが、さらに2000年前後から、ねじではなく、圧入式としたフレームと、モジュールが、各ブランドの一部製品で採用され始め、乱立の傾向がさらに増した上、その多くが高級モデルで一部の軽量なフレームでは、強度的にギリギリのところへ圧入によるストレスが常時、かかることもあり、その後、従来タイプへの回帰なども見られる。 アメリカの古い自転車の一部や BMX ではワンピースクランクという左右のクランクとクランク軸が全て一体のものもある。クランクのコーナー部分は通しやすいよう曲げた形になっているが片方のクランクを通せるようボトムブラケットシェールは体型で短い独特のものである。ベアリングと玉受けカップはペダルを外してクランクを通して装着する。 ヘダクランクを回した時には全く異常がないのに力を入れて漕ぐと一周に一回ほどボトムブラケット付近からコンという何かが当たっているような音がするトラブルがある。これはスクエアテーパー式のクランクの取り付けが緩んでいるために力をかけるたびにはめ合いがずれるために発生するものである。この場合締め付けに特殊工具が必要なこともある。近年は 全く別の構造として内装変速ギアモジュールを組み込んだシステムやシートチューブ中にモーターを埋め込みボトムブラケットシェル中のベベルギアでクランク軸の回転をアシストするシステムなどもあり後者は2016年1月末に競技での不正使用が疑われる事件があった複数の規格に基づいたフレームや部品が存在する最新の機材や古い機材では 企画と異なるものも多く、例えば古いラレーに、ネジのピッチが24ヤマ、インチではなく26山であったり、シェル幅が76ミリメートルのものがある。ヘッドパーツと同じく取り付けには、専用工具が必要なものもある。このようなバリエーションの多さのため、通常はまず、使用したいクランクセットを決定し、それに合った規格のクランク軸を調達することになる。 ウィキメディアコモンズには、ボトムブラケットに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。